皆様お待たせいたしました。ただいまよりスポーツビジネスジャパンオンラインセミナーを開会いたします。スポーツビジネスジャパンはスポーツビジネス促進とスポーツを通じた地域活性化のためのプラットフォームとして2016年から展示会コンファレンスの形で開催してまいりました。今年度は皆様と情報を共有し意見を交わす場としてオンラインセミナーをライブ開催しており、本日が第2回の開催となります。早速ですが本日のプログラムをご案内させていただきます。本日は株式会社ミクシー代表取締役社長木村幸喜様、チームマーケティングヘッドオブエパックセールス J リーグアドバイザー岡部康秀様にご登壇いただき、スポーツベッティングが秘める日本スポーツへのインパクトをテーマに議論をいただきます。セミナーの最後に質疑応答の時間を10分ほど設けておりますが、ご質問は随時受け付けしておりますので、ご質問のある方は Q&A 欄に書き込みをお願いします。それではまず岡部様にご登場いただきます。岡部様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。スイスから岡部康秀です。ですね、最初にお断りしておくとですね、実は私はこのスポーツベッティング、専門家ではございません。では、なぜ、このですね、スポーツベッティングのお話を今日皆様としたいかというとですね、こちら、なぜスポーツベッティングなのかと。で、まず一発目に皆さんに刺激的なですね、コメントをご紹介して説明したいと思います。見えますでしょうか。これはですね、ビル・クリントンが現職のブッシュ大統領に勝った時のですね、選挙の勝った時の有名なコメントなんですね。要するに経済が重要なんだと。で、日本でそのスポーツビジネスの話をするときにですね、昔からよくその、神聖なるスポーツでお金の話をするな的なことがやはり多々あって、いまだにあるんですよね。で、ただ私今もう大学卒業してからずっと海外にいて、もう6カ国住んで、で今後今スイス実は移って7カ国目に移るんですけども、古今東西ですね、どこに行こうと経済っていうのは本当にこう人間の生活にも欠かせない。このどこの国に行こうと、でスポーツも変わらないんですね。じゃあスポーツでなんでお金が重要かと。でこれバーチャルサークルって書いてますけど、日本語で言うと好循環です。で、シティフットボールグループの今の CEO、プレジデントがですね、フェラン・ソリアーノって言いますけど、これは今世界で一番お金を持っているクラブのバルセロナが経営危機にあった時に立て直した人です、副社長として。で、その人が、王族ですね、アラブの王族に誘われて、今、マンチェスターシティを作り、そして、シティフットボールグループとして活躍している。で、この人が言ってるのが、これちょっと一番上にトロフィーありますけど、勝つとですね、ファンが増える。ファンが増えると収入が増える。収入が増えるといろいろ投資ができると。要するにチームにもそうだし、インフラにもそうだし、スタッフにも。で、これどっから始まるわけでもなくて、すべてこういう好循環を作らなくては、スポーツチームとして成功できないって話をしてるんですね。で、これは別にヨーロッパサッカーだけではなくて、アメリカでもそうでしょうし、アジアでも日本でも、スポーツにかかればもう必ず避けられないところですね。じゃあ今、海外どうなってるかというと、これちょっと例で見せますけども、これはヨーロッパのですね、トップ20のサッカークラブの、合計の収入です。で、ユーロで8ビリオンというとですね、もう日本円で言うと1兆円です。要するに、トップ20のクラブでもう1兆円稼ぐようなことになってしまってる。で、しかも、いや、それってヨーロッパだからでしょっていうかもしれないですけど、これデータ、これデロイトのデータですけど、96年、97年、要するに20年前ぐらいかデータ取り始めたところから8倍まで来てるんですね。がゆえに、先ほど言ったスポーツもお金であるということを
考えて、やはりみんな経営努力して伸ばしてきた。で、トップ10に行くと、トップ10に絞るとですね、もう8000億円ですね。あのトップ10だけで、クラブで。で、じゃあこれが戦績としてどうなってるかというと、我々がやってるチャンピオンズリーグ、まあ、コロナの前ですけども、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグの決勝、トップ10のクラブが独占してるんですね。まあ、この場合はプレミアリーグの4つのクラブですね。じゃあ、その今お金が大事という話もしましたけども、じゃあサッカークラブとかにおいて、どういった、まあ、スポーツクラブにどういった収入源があるのか。これもデロイトのデータからバルセロナ、今バルセロナの1番ですね。ヨーロッパサッカーで初めて、年間収入が1000億にいったんですけども、まあ、コロナ前ですけどね。で、3つの基本、稼ぐエリアしかないんですよね。ちょっと見づらいかもしれないですけど、赤の点線であるマッチデーっていうのは、試合のチケットであり、試合の日に売れる、このグッズですね。であり、飲食。で、ブロードキャストっていうのはメインに、リーグがセントラライズして売ってるものの、リーグ分配金です。で、コマーシャルっていうのがスポンサーシップとかライセンスとかですね、アカデミーとかその他諸々。もう基本的にこの3つしか今のところはないんですよね。その稼ぐところっていうのは。では、これJ1 クラブの平均を見せてますけども、額でなくてパーセンテージですね。こんな風になってると。で、先ほど言ったようにこの濃いグリーンがですね、濃い緑がブロードキャスト。で、日本の場合はこれ 10% しかないですね。で、ご存知の通り、今ダゾーンが入ってきてですね、巨額の、それまでの5倍、4倍の、5倍ですね、の放映権のディールしたんですよ。で、それでも、今の J1 クラブの、平均収入の 10% しか放映権とかないんですね。で、これはもう2028年まで、決まってるんで契約。そこから、そこまではもう伸びることがない。で、ヨーロッパはもうそれこそ、何千億とかですね。ディールなんで、ダゾーンが多分200億ぐらいになって、もうちょっと桁が違う。ということは、他のとこを伸ばさなきゃいけない。それが、こっちの 25% であるマッチデーであり、コマーシャルの 65%。ですね、じゃあそれを日本でやるのが簡単かっていうとですね、いや実は簡単ではないんですね。でなぜかというと、ここら辺はやはりマクロ経済のファンダメンタルが非常に関わってくるからですね。要するに経済が大きいかどうか、経済が成長しているかどうか。でそういう意味で言うと、やはり日本は非常に厳しい。なぜかというと、この失われた30年で見るとクリアなんですけども、バブルのですね、株価一番高かった時と比べると、今アベノミクスで戻った云々というより実は 70% までしか戻ってないですね、株価が30年前と比べて。でこれで日本の人は普通と思ってるかもしれないですけども、実は全然違くて、日米独ですね、経済主要大国の株価を見るとですね、30年前と比べるともう 7、8 倍になってるんですね。これが指数で見ると、それぐらい厳しい状況にある。で、これはまあ、日本のですね、世界のトータル GDP における日本の比重を表してますけど、どんどん下がってる。で、要するに世界の経済のパイが増えてる中で、日本のパイは下がってる。で、これ、まあ、今コロナでちょっと、ベネズエラとかが日本を抜いたみたいですけども、まあ、政府の債務も世界ワーストですね、コロナの前で言うと。それぐらい、厳しい状況にあるのが、日本です。では、その中でスポーツどうするかなんですけども、もう一つ。で、やっぱり厳しいのは、その少子高齢化とですね、人口減少で、要するにマーケットが縮小するってところですよね。じゃあ、日本経済とスポーツ終わってしまったのかというと、まあ、そういうわけではない。まだまだ、世界第3の経済大国であると。で、ただ、さっきのスポーツの、3つの収入源見ましたけども、これ経済、マクロ経済と密接に関係するので、下がっていくマーケットではなかなか簡単ではないですね。じゃあ、シュリンキング、要するに小さくなるマーケットでどうすればいいのかっていうと、もう2つしかないですね。海外ビジネス拡大するか、国内市場におけるイノベーションを起こすしかない。で、まあ今日のテーマじゃないですけど、海外ビジネスで行くと、特にアジアがチャンス。
だと思いますね。なぜかというと30年前だともう日本を除いたアジアっていうのは日本の3分の1でしかなかったんですね、 GDP が。この30年で日本の4倍になってる。そのアジアの、中にいるっていうのは日本のチャンスなんで、これは今後のチャンスだと思います。で、これはファイナンシャルタイムズの記事ですけども、アジアが、もうそれ以外の世界を抜いてしまうという。で、まあこれは今日の本題でないので抜きますが、じゃ今日の本題のところですね、このイノベーションと。国内市場におけるイノベーション。これは先ほど言ったように、例えばその、まあ、濃いグリーンの放映権のところはもう28年までもう伸びない。とすると他のところを伸ばしていかなくてはいけない。そういう状況が今の日本のスポーツです。じゃあどうすんのってなると、じゃあ先ほどのイノベーションですよね。でイノベーションって言うとですね、日本だとその、まあ、発見とか発明とか題されたことって言うんですけど、もうシュンペーターというですね、イノベーションの大会っていうのは、もうニューコンビネーション、新しい組み合わせでしかない。じゃあ新しい組み合わせって何かっていうと、これ前のあの J リーグ理事だった米田さんが、どっかのテレビで話してましたけど、J クラブといろんなものをかけてくださいと。要するに掛け算をしまくろうと。で、スポーツベッティングもやはりその一つだと思います。今まではできなかった掛け算が、今その規制が日本でですね変わったりするとこの掛け算が可能になる。先ほど言った頭打ちとなっている3つの収入源以外のところでお金を日本のスポーツに還元することができるということですね。でもちろんそのスポーツかけるビジネスは可能性大ってここに書いてますけども、スポーツはもう国策ですね。日本はもう3倍にしようとしているその日本のですね15兆まで持っていこうとしていると、スポーツのビジネスの規模がゆえに日本経済を見ると厳しい状況にはありますが、皆さんでいろんな掛け算をして新しいイノベーションを起こせばまだまだチャンスがあるがゆえに、このですねスポーツベッティングというと日本で専門家がほとんどいないんですけども、ミクシーのですね、木村社長が、素晴らしい知見を持ってるんで、私、何度も言いますが、専門家ではないんですけども、今日は木村社長に皆さんと一緒に学びながらですね、今後どうやってこのスポーツベッティングというものが、日本のスポーツにいい、貢献をもたらすかということを、一緒に学んでいけたらと思います。それでは、木村社長、よろしくお願いいたします。どうもこんにちは、ミクシーの木村です。今日はお招きいただきましてありがとうございます。私もスポーツベッティングに関してはですね、専門家っていうふうに言うとちょっと口はばったいところがありまして、ただ真剣に学んできたところもありますので、ちょっとぜひ今回はいろいろと話できたらいいかなと思って、ちょっと私も一個資料を、広げながらちょっとお話をさせていただけたらと思います。じゃあちょっと画面の共有をいたします。よいしょ。これ映ってますでしょうか。大丈夫そうでしょうか。はい。今回のテーマ、スポーツベッティングが秘める日本スポーツへのインパクトという、話なんですが、先ほどの岡部さんの、流れを組んでですね、なんとか喋っていけたらいいかなと思ってます。で、まず、よいしょ。ちょっと自己紹介をさせていただきたいと思います。ミクシーという会社、それこそソーシャルネットワークサービスの、ミクシーという、SNS を提供している IT 企業としては、有名かと思いますけれども、私たち会社のミッションとしてですね、世の中の、コミュニケーションを、良くしていこうと、そして、事業としてはコミュニケーションの場と機会を提供していくということをミッションにしてやっております。で、モンスターストライクなどのゲームもそうなんですが、一人で遊ぶのではなくてですね、みんなでワイワイと盛り上がれるようなゲームを提供していこうと、そんなことをしていたりで、今私たち の事業の中で大きなミッションとして捉えているのが、次のコミュニケーションの場や機会っていうのはどこにフォーカスを当てるべきかみたいなところで、
まあ、それはもうスポーツであろうと。であのスポーツほどですね、まあ、一気に多くの人を元気に、してくれるそういうコンテンツっていうのはなかなかないというふうに思っていまして、はい、まあ、スポーツを中心としながらあのワイワイと盛り上がれるそんなコミュニケーションの場を提供したいというのが、まあ、そもそもミクシーがスポーツをやっている、まあ、理由でありますと。で、まあ、その中で私あのじゃあっていうんでスポーツのことをですね、まあ、いろいろとこう勉強していかないとなかなかそのスポーツを語ることもできないだろうみたいなところで、あの去年からですね経済同友会のスポーツとアートの産業化委員会というのに入りまして、今私あの2期目で、副委員長させていただいていたりします。で、さまざまな、産業界の方々とスポーツのお話をしたりとかをしていたり、あと、今年ですね早稲田大学の大学院のスポーツ科学科というところで、修士号をあの取得しまして、まあ、海外の、スポーツの、まあ、マーケットの話もそうですし、まあ、プロスポーツリーグであったりチームの経営なんかっていうところ、まあ、を学んでいきながら、まあ、修士論文として、まあ、まさしくあの2018年米国スポーツベッティング合法化後の、まあ、ドラフトキングス社、成長の奇跡と、まあ、こんなようなテーマで論文を書いてます。まあ、スポーツベッティングだけを勉強してきているわけではないんですが、先ほどその岡部さんのおっしゃっていたスポーツ財源スポーツビジネスを、考えていく上で今このホットトピックスを、まあ、後にして、まあ、他のことをこう研究する気にはなれないというぐらいですね、あの非常に興味深いあのテーマだったと思ってます。ということで、よいしょ。で、今日はですねあのテーマとしては、まあ、いろいろと、まあ、なんだか難しいところもありそうですが、みんなで、まあ、なんとか今日からスポーツベッティングの話をしていけるようになったらいいなと、まあ、そんな風な一助となればいいかなと思ってあの今日のコンテンツを用意してきました。はい。で、まあ、スポーツベッティングの話をするにあたりあのこの3つがポイントだと思ってます。まず日本のスポーツ財源が抱えている問題、まあ、これ儲けなきゃいけないですよね。じゃあっていうんで世界のスポーツのベッティングスポーツベッティング市場ってどうなってるんだっけと、まあ、結論はあのかなり稼いでいるぞということですね。じゃあそれって日本に応用することってできるんでしたっけみたいな、まあ、まあ結論はそれができるんですというような話をしていきます。ということで、まあ、課題がある。で、世界ではそこの課題の解決っていうのに新しいソリューション、イノベーションがある。で、これは十分に日本に、展開しうると。だから今日からスポーツベッティングの話をみんなでしていこうと。まあ、こんなようなあの話をしていけたらいいと思って、していきたいと思ってます。で、まず日本のスポーツ市場が抱えている財源問題っていうところで、ここはまあ、あのさらっとあのさっきの岡部さんのところの方があの濃かったと思うんで、はい、私が語るところもあんまりないんですが、あの日本のスポーツ市場というのは、まあ、観戦市場、まあ、それから施設小売りなんかっていうのは 中心で、まあ、さっき言ったように放映権とかっていうところはなかなか弱いですと。っていう中で、まあ、新しいイノベーション必要なんじゃないかっていうのは私もあの同意見であります。はい。で、次、ここはあのもしかしたらあのご存知じゃない方もあのたくさんいらっしゃるかと思いますので少し厚めに話していきたいと思っています。世界のスポーツベッティング市場の状況というところを少し紹介していきたいと思います。はい。で、まずスポーツベッティングとは何なのかみたいなところっていうのをあの話していきたいと思います。あのスポーツ競技に対して、まあ、現金をかけて、まあ、賭け事をすると、まあ、ギャンブルと言ってしまった方があの分かりやすいかもしれないですが、まあ、それをスポーツベッティングというふうに呼んでいます。で、世界で、こう対象となっている競技を見ていきますと大きくはレース競技、そして、球技などの、まあ、サッカーとかですね野球とかアメフトとか、まあ、そういったようなあの球技に分かれています。
でその中で日本は、まあ、競馬、競輪、オートレース、競艇ですね、まあ、こういったところっていうのは非常に、まあ、人気で、あります。で一応トトというスポーツくじみたいなのがあるんでサッカーに、少しかけられたりしますが、このあたりっていうのは海外と、だいぶ様相が違っていたりします。で今ですね米国のスポーツベッティングというのはかなり伸びてきているんですけれども米国においてもですね実は、スポーツベッティングが始まる前で順風満帆というわけではなかったという背景があります。1992年にですねパスパというですね、まあ、スポーツプロアマスポーツ保護法というのが制定されたんですね。これは何なのかというとスポーツ賭博があるとスポーツの純粋性が失われてしまうんじゃないかみたいなことが言われていましたと。これは日本でも現在そうかもしれないですね。まあ、いわゆる、まあ、八百長であったりとか、が横行してしまうんじゃないかみたいなですね、まあ、そんなことがあったんで連邦法として、まあ、スポーツベッティングというのは禁止なんだと、まあ、そんなふうに言われていたんですけれどもただこれですね米国って実はアンダーグラウンドのスポーツベッティングが、まあ、かなり盛んに行われているという文化的背景があったんですね。でなおかつイギリスとかの、 ブックメーカーとかっていうのが入り込んでいてですねいわゆるアンダーグラウンドで実際はこう賭け事っていうのはしていますよねと。でまあそれだけ楽しんでいるんだったらちゃんとそれを合法化していくべきなんじゃないかみたいなところで一転2018年にこのパスパというのが各州自治っていうのを制限するのは憲法違反なんだというふうに言い出してですねこれが2018年から合法化をしていくと、まあ、そんなような流れがあったんです。で今となってはですね大体28州ぐらい合法化が進んでいまして、はい、これが2023年とかにはほとんどの州が合法化していくんではないかというふうに言われています。まあ、ということで、まあ、米国もですねそんなにこう平らな道のりじゃなかったというところはあるんですけれどもきちんと米国っていうのは議論を重ねながらその課題っていうのを、払拭していってですね、まあ、ここにこぎつけていると、まあ、米国ができていることなんで我々ができないっていうこともないんじゃなかろうかと、まあ、そんなふうには思っています。はい、あとですね合法化により、まあ、米国にはいろんな国とかさまざまな業界から事業者がこう参入していたりします。でまずベッティング業界っていうところでいうとイギリスの、ウィリアム・フィルとかがこう参入していたりですねそれから、面白いのはですね IT 企業のファンタジースポーツなんかをやっていたドラフトキングスとかファンデュエルみたいなところっていうのが、入り込んでいっていると。で実はこの、今言ったファンデュエルドラフトキングスというのがですね、米国のスポーツベッティングオペレーター、の中でですねシェア、の2強になっていると。まあ既存のですね、まあ、カジノ業者とかよりですね、IT 企業が入っていくことで、まあ、そこがシェアを大きく伸ばしていると。まあ、そんなような状況があったりします。まあ、つまりその新興産業、こそが、ビジネスリーダーになっていたりすると。まあ、そんなようなところっていうのが見て取れるかなというふうに思っています。はい。で、米国のスポーツベッティング市場、これがですね、およそごめんなさい2030年にはですねおよそ16兆円ぐらいにもなるんではないかというふうに予想がされています。これ16兆円と言いますとですね
日本の公営競技が今、まあ、7兆とか8兆いくかみたいな感じですけど、それがおかわり2杯分ぐらいのマーケット規模というのをこの米国スポーツベッティングというのは作り出すと、まあ、そんなふうに言われています。はい、でその中で成長を牽引しているのは何なのかというとですね、これがちょっとグラフをご覧いただきたいんですが、グレー のグラフがですね、オンラインベッティングで、オレンジのものが、オフラインベッティングって言って、実際の、まあ、スタジアムであったりとかでこうかけたりするようなものとかを含むものなんですけど、圧倒的にですね、オンラインのベッティングっていうのが成長を牽引していると。これはまあ先ほどお伝えした通り、新興の IT 企業がリーダー企業になっているというところからもまあお分かりかと思いますが、まあ、スマートフォンあるいは PC なんかでこうベッティングをすることができるサービスというのが大きく伸びていってですね、まあ、そこが成長を牽引していると、まあ、そんな状況というのが見て取れるかなと思います。で、まだまだですね、税収としてはそこまで大きくないかもしれないですが、すでに3州ぐらいかな、合法化した時点で米国政府は200億円以上の税収を、これは国が得ているというのだけで200億円ですね。はい、だそれ以外の関連企業とかっていうところはのところは、まあ、流通額とかっていうのはもっと大きいですけれども、税収だけでまあこのぐらいになっていたりすると、はい、で、このスポーツベッティングがですね、まあ、どういうふうにして、こう成り立っているのかというのをこう見ていくとですね、この、まあ、左にスポーツリーグがあって、でそのスポーツリーグの、まあ、ベッティングになる、対象となる競技のデータを販売しているデータプロバイダーというですね、業者がいて、まあ、それからベッティングのオッズを、まあ、決めたりとかですね、まあ、AI を使ってオッズを出したりするような、まあ、企業があったりするんですけど、そういうバックエンドシステムを開発する企業がいて、で最後にスマホとか PC とかでそのオンラインベッティングのサービスを提供している、オペレーターという事業者がいてですね、はい、まあ、こういうふうにして新しい産業バリューチェーンっていうのが作り出されていって、結果、これらのものっていうのはこのスポーツリーグであったりとか、あるいは対象となるチームですねに還元がされていくというような、まあ、こういうエコシステムっていうのがスポーツベッティングを通して築かれていて、まあ、そんなような状況があります。で、ちょっと参考までにですね、ドラフトキングス社の、スポンサーをしている状況を少しお伝えしていきたいと思います。ドラフトキングス社は2021年6月時点で18団体ですかねに、スポンサードをしていると、NFL であったり PGA のゴルフツアーであったりですね、あとはまあ NBA メジャーリーグベースボールとか、はい、まあ、こういったところにさまざまなこの資金的な還元をスポンサーというのを通して行っていると、まあ、これつまりあれですね、まあ、放映権とかグッズ収入とか、入場収入とかっていうところ以外にですね、まあ、こういうそのスポンサー収入っていうのがベッティングオペレーターからもたらされていると、まあ、そんな状況があります。はい、であとはですね、アリーナ の回収 の費用っていうのをベッティングオペレーターが出しているようなところも あったり、します。はい、実際にそのベッティングができるですね、VIP ラウンジみたいなのっていうのをこう設けたりしてですね、はい、アリーナの設備っていうのをより、リッチなものにしていくと、こんなようなことをやっていたり、します。はい、それからあと学生の支援っていうのにも実はこのスポーツベッティングが使われていたりするんですね。ポイントベット社っていうのはこれオーストラリア
の出身の出自の会社ですけれども、ここがコロラド大学に対して奨学金支援なんかっていうのを行っていたりします。ちなみにですね、さすがに米国といえど学生スポーツへのベッティングっていうのは結構賛否が分かれるところがありまして、さすがに学生プロじゃない学生たちにかけるのは良くないんじゃないかみたいなですね、そんな議論もあったりするんですが、ただ州によってはですね、全然学生スポーツにかけていいよみたいな、彼らだってちゃんとした責任のもとでやってるんだからみたいな、そんなような感じですよね。もうなかなか日本で高校野球に公式的にお金をかけようみたいなのはっていうのはなかなかないと思うんですけど、米国っていうのは だいぶそういうところもリベラルなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、じゃあ日本のスポーツベッティングのポテンシャルってどんなもんなんだっけみたいなところに話を移していきたいと思います。はい、でですね、これはイギリスの、サッカー、スポーツサッカーに、ベットされている、マーケット規模と、日本のトトと比較したグラフです。トトっていうのはだいたい1000億円、今ちょっと切っちゃって1000億円弱ぐらい、ですね。これは15.3 倍、もイギリスのサッカーっていうのはベッティングがされていると。これ、トトがですね、スポーツの助成金として、さまざまなところに使われてますけど、トトを 15.3 倍分おかわりできたとしたらどうでしょうかみたいな、これサッカーだけでっていうことですけどね、その他の競技とかっていうのも含めて、日本でベッティング対象になっていったりすると、これは大きく財源として変わってくるんじゃないかなと、そんなふうに、見て取れるかなと思います。それからですね、これが公営競技、いわゆる競馬、競輪とか、との比較ですね。これは先ほどのスポーツくじ、トト、1000億弱のに比べて、大体 5.8 兆とか、今足元でもうちょっといってますね。コロナで、オンラインベッティングっていうのは伸びてるんで、もうちょっと規模大きくなってますけれども、61.8 倍、2年前でもこのぐらいの、差というのが、あったりすると。じゃあこれなんでこの公営競技との差が起きているのかと言いますとですね、あ、すいません、ちょっとその前に、これサイバーエージェントさんが以前なんかプレスリリースを出していたんですけど、日本でスポーツベッティング解禁したら市場のポテンシャルってどんぐらいあるんだっけみたいなので、彼ら7兆ぐらいいくんじゃないかみたいな、こんなような試算を出していたりします。はい。で、これが公営競技との比較っていうところで、じゃあなんでです、公営競技とトトっていうのはこんなに売り上げの差があるのかみたいなところで言うと、単純に試行回数の違いっていうのが大きいと思うんですね。例えば競輪とかだと、365日朝、9時台から11時台ぐらいまでずっと、レースをやってると、ということで、何回もかけるチャンスがあると。ですけど、サッカーくじの場合だと週、1回か2回、試合があって、そのタイミングでしかかけられないということで、はい、やっぱりその試行回数っていうのが圧倒的に少ないっていうのがポイントかなというふうに思っております。はい、で、あと米国との違いっていうところで言うと、この試合前、試合中、試合後みたいなふうに書いてあるんですけど、日本はこの試合前にしかかけられないですよね。トトって当然ながら試合が始まる前に買わなければいけない。米国ですと、あれは英国でもそうなんですけども、インプレイベッティングといって、試合中に何回もかけられると、次の打席どういう成績になるかとかですね、
次のタイミングではこのバスケットのゴールが入るか入んないかみたいなですね、まあ、そういうその、ことをつどつどかけられる、まあ、つまり試行回数っていうのが圧倒的に、多いですと。やっぱりさっきの公営競技の話でもそうでしたけれども、今の日本のトトが抱える課題というのはそのかける機会が圧倒的に少ないと、まあ、それを増やしちゃえばいいんじゃないっていうのがこのインプレーベッティングの導入ですね。さすがに競輪みたいに試合の回数を増やすということはできなかったとしても、1回の試合の中で何回もかけられるようにしたら、まあ、米国であったりとか英国のように、日本のスポーツベッティングというのもきちんと稼いでいけるものになっていく、まあ、そんなところが見て取れるかなというふうに思ってます。これはなんで日本はあれなんですか、そういうインプレーのベッティングがないんですか。そうですね、ここもですね、まあ、そもそもそのトトが始まるときにですね、まあ、かなり揉めに揉めてさ、法律を通したみたいな背景があるみたいで、実は掛け事、いわゆる公営競技みたいな掛け事として通したのではなくて、宝くじみたいな、スポーツくじ、トトくじとして出そうと、まあ、みたいなことがあったらしいんですね。でつまりその宝くじもそうですけど、券を買ってなんかこう弓矢とかでなんか抽選したりするじゃないですか、まあ、それと同様で、まあ、あらかじめその宝くじみたいな券を買ってもらって、で後で開票するというモデルに、するんで、まあ、このモデルになっていたと、まあ、ギリチョンこれがなんか強要されたみたいな、まあ、そんな感じだったっぽいですね。はい、当時のまあ社会的な感じですよね、はい、このベッティングに対する、はいはい、なるほど。で次 の, トピックスなんですけど、じゃあそんなおいしいことだらけなの、なんかでも難しいか課題があったりするんじゃないのみたいなところがあると思うんですけど、それはまああのあると思っています。で1個が資金の透明性の確保と、あと依存症の対策、こんなところっていうのはいつもその話題に上がるところですね。これは米国でも、まあ、かなり議論されたポイントであったりします。じゃあここって乗り越えられないのかというとですね、私は今のテクノロジーであれば十分に乗り越えていけるんじゃないかなというふうに思っております。まず資金の透明性の確保というところで言うとですね、まあ、ちょっとこれ映るか分かんないですが、映んないですね、背景があれで。スマートフォン、とかをこう使ってですね、まあ、かけるとですね、いわゆるトレーサビリティ、追跡可能性とかって日本語で言ったりしますけれども、誰が、一体いつどこでどのぐらい買ったのかみたいなところっていうのは追跡が、しやすくなっていると。で、これはですね、今までのその紙の都道券を発行していたりとか、あとは、馬券とか車券とかですね、紙のものとかだと、まあ、なかなかその、トレースができなかったところっていうのも、今ですね、オンライン販売をすることによってですね、誰が一体いつどこでどう使ったのかみたいなのが全部、終えるようになっていますと。まあ、そのことによってですね、例えば、アメリカとかですと、まずさっき言ったイギリスとか海外への資金流出とかっていうのがかなりあったっていうのを、これ全部終えるようになって、そして、まあ、いわゆる反社ですね、の資金管理っていうのも、今までは全く終えてなかったのが合法化して、DX していくことで、まあ、それが終えるようになってきた。で、まあ、一番その州として大きかったのはですね、まあ、誰がどのぐらい儲かっているのかみたいなのが全部丸裸になるので、税金の取りっぱぐれがなくなるとみたいな、まあ、こんなようなことがですね、まあ、今のテクノロジーで実現ができるということで、まあ、スポーツベッドの合法化っていうのの後押しになっていた。
で、日本もこの辺って結構言われているところだと思うんですよね。なんか、わかんないですけど、野球と賭博みたいな問題って結構そのタブーというか、まあ、いろんなその今まで問題があったと思うんですけど、これをきちっと合法化して、見える化していけばですね、はい、変なアンダーグラウンド の賭博とかっていうのは逆になくなっていくんじゃないかとか、まあ、そんな風にな期待っていうのもアメリカを見ていると伺えるかなというふうに思ってます。でもう一個が依存症の対策ですね。で、例えばドラフトキングスの場合だとですね、利用する際には必ず身分証の提出が必要だったりしますと、はい、でそれからユーザーが自分自身で限度額を設定するセーフガードっていうのを、提供していたりとか、あるいはユーザーの取引履歴とかっていうところから使いすぎとかっていうのを抑制していくような、まあ、そういうこともできたりすると。これって、まあ、今までのその何でしょう、まあ、競馬とか日本でもですね、まあ、なかなかその誰がどのぐらい使っててどのぐらいこうハマっちゃってるのかとか、あるいはちょギャンブルでは純粋にないかもしれないんですが、パチンコパチスロみたいなもの、ああいうものも誰が一体どのぐらいの頻度でそこに足を向けているのかみたいな、まあ、そんなことっていうのは今まで全く取れてなかったんですけれども、DX が進んでいくことで、まあ、こういう情報が取れる。で、なので、まあ、依存症というのの対策っていうのもはるかにしやすくなっていると、まあ、こんなようなことっていうのが、はい、あります。で、実は私たちもインターネット上で競輪の車券とかっていうのを売るようなサービスも提供してるんですが、全てですね、身分証から銀行の情報から全部取得してですね、はい、まず未成年者が使うってことっていうのもありえないですし、はい、で使いすぎの抑制みたいなのっていうのも公営競技の領域では私たちはまあやってますので、はい、まあ、スポーツベッティングが始まったとしても、まあ、日本でもすぐにそういう対応はしていけるんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思っています。はい、ということで、本日のまとめで、まあ、海外ではかなりスポーツベッティングっていうのは伸びていますよと。で、日本でも、まあ、スポーツ振興の起爆剤となり得るんじゃないかなと、いうふうに少しでも思ってもらえたらよがいいなと、はい、まあ、そのようなお話をさせていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。非常に勉強になりました。早速ちょっといろいろお聞きしたいんですけど、例えばアメリカだと、まあ16兆ぐらいにもう2030年ぐらいになるみたいなお話あったじゃないですか。で、多分このベッティングの話、特に日本ですると、そのじゃあどうやってこれがその日本のスポーツ振興に役に立ってるんだみたいな、還元されるんだみたいな話があると、大体何割ぐらいがですね、そのアメリカだと今実際スポーツのチームとかクラブとかリーグに戻ってるんですかね、この収入の。そうですね、何割ぐらいかっていうところはちょっと私そういえば調べてなかったので正確にお答えすることがちょっと難しいんですけれども、はい、ちょっと次回きちんと調べておく、はい、多分今我々がしてるのはその大きなビジネスの話で、はい、でその16兆ってとんでもない数字 で先ほど木村社長がおっしゃったそのサイバーエージェントが発表した7兆っていうのを日経にも載ったし、こちらだとファイナンシャルタイムにも載ったんですね。はい、で2024年ぐらいまでにその野球と、サッカーが、もうベッティングがオープンになって、そうすると7兆ぐらいになると。で、7兆ってですね、僕聞いて驚いたんですけど、我々がやってるグローバルスポンサーシップのスポーツのグローバルスポンサーシップの全部の市場規模が7兆円なんですよ。で、そのグローバルのスポンサーシップに等しい額が
日本の野球とサッカーだけでですね、ベッティングオープンにすればなるという、もうものすごい数字で、がゆえに、先ほどまあ私も言いましたし、木村社長もおっしゃっている、これが、そのお金が、まあ、どれぐらいなのか分かんないですけども、これが日本スポーツに還元されれば、間違いなく起爆剤になるっていうのは、本当に強く思ってるんですね。多分、その仕組みなんでしょうね、おそらく。どれぐらい戻る。これが、その、オペレーターがみんな持ってっちゃったら、全然また意味がないわけで。そこら辺が多分今後日本としては、うまいストラクチャーを作っていかなきゃいけないって、そういう感じですかね。そうですね。で、日本の場合だと公営競技を考えるとだいたい 25% ぐらいが国庫納付金だったり自治体の収益になるんですね。はい。まあ、その中で、まあ、おそらくその日本でスポーツベッティングをやっていくときに民間だけでやらないとしたら、いわゆる、まあ、公営っていう形でやっていくとすると、大体その 25% ぐらいが売り上げだと思うんですけど、のモデルになっていくとしたときに、まあ、仮にそれが、10% ぐらいが、まあ、トータルで 10% ぐらいがそのスポーツ関連の、まあ、リーグであったり、チームであったりに還元されるとしたら、まあ、それだけで、ね、7000億ぐらいとか、うん、そうするとこれ NPB とか J リーグとかの売上規模を考えるとですね、何リーグできるんだみたいなぐらいの規模なので、はい、そうですよね、うん、なんか先ほどの木村社長のアメリカのやつで、ちょっと記事調べてたら、NFL がやはりこの全部合法化された場合に、収入がすごい上がって、まあ、NFL ともともと規模がでかくて1兆円を超える世界で最も金持ちのリーグですけども、その NFL ですら3兆円近く収入が伸びるって書いてました。要するにもう今の 2,3 倍になるという、それぐらい非常にインパクトがある。で、特に今の日本の経済状況を考えると、なかなか既存のものを続けているだけではなかなかイノベーション起こせるようなね、はい、そのマネー力っていうのはつかないんで、ここは非常にね、なかなか日本でちょっとタブー的なってあんまり話されてなかったですけども、日経にね、そういう記事が載るぐらい、24年に解禁かみたいに載るぐらいなんで、非常に面白い分野ですよね、はい、なるほど。で、多分そうするとまた日本のパブリックの人からおそらく質問が出てくるのが、その木村社長おっしゃった、その昔日本ではその八百長とかそういったものを、まあ、アメリカでもそういったことをちょっと気にしてみたいなのがありましたけど、はい、ここら辺っていうのはどうやってその八百長みたいなこととかが起こらないようにアメリカとかだとやってるんですかね、今は。そうですね、基本的にはまあ、チーム戦のものっていうのが、まあ、メインなのと、まあ、個人戦の場合だと、なんでしょう、一球一球みたいなところっていうよりもですね、なんていうか、何回かのものっていうのをこう複合して、影の対象にしたりとかですね、はい。まあ、することっていうのは結構、ちょっと説明が、まあ、うまく難しいんですけれども、はい。あ、わかります、わかります。例えば、ここを打つか打たないかとか、それだけではなくて、いろいろのもっと複雑化していくことによって、はい、簡単になんか、八百長みたいにできないにするとか、そういう感じですよね。そうですね。はい。うん。たぶん、あと、ヨーロッパの場合とかだと、何でしたっけ、そういうモニターしてる会社があって、そういう協会もあるし、会社があって、で、いきなりオッズがグワーッとか動いたりすると、イレギュラリティのもう、システムに組み込まれていて、イレギュラーのレポートが出るようになっていて、で、そうすると、なんか、なんだろう、こう、チェックが入るみたいになってるみたいですけど、やっぱそういうのは、今のテクノロジー、ネットがこれだけね、進んでいて、AI もこれだけ進んでいる中で、昔と比べたらもう全然そういう、もしなんか変なことがあった場合、チェックしやすいってことですよね、多分。そう思いますね。例えば、日本でも、地方競馬とかでも、
今年かな、なんかその明らかにこう集団がこう分かれちゃってですね、変な動きしてるなみたいなやつとかはですね、まあ、察知されちゃったりとかっていうのはありますので、はい、うん、まあ、もう画像解析とかっていうのは進んでいるんで、まあ、かなりやりにくくなっていくっていうのはあると思いますね。うん、なるほど、なるほど。で、おそらくまあその、まあ、ベッティングなんで、そのよく、日本で最近ある何でしたっけ、 IR 法案でしたっけ、カジノに対する、はい、それもちょっと絡んでくるのかなと思うんですけど、そこら辺は どうなんですか。ちょっと私ね、ずっともう海外にいるんであんまりよくわかんないですけど、今日本の、パブリック世論であるとか、あとそのね、政治家の方とかっていうのは前よりもそちらに向かっていく感じなんですかね。そうですね、このやっぱり、まあ、ちょっと僕はその政治的なところというのはあまり専門家じゃないんで語るのもあれなんですが、はい、結構その、まあ、ベッティングとか、まあ、カジノとかいわゆるそのギャンブル系のものっていうのはテーマとしては重たくてですね、まあ、政権としては安定政権で長期政権の時に、まあ、割と時間をかけてやっていく。で、あんまりですね、同時並行して同じようなテーマのものを取り扱いたがらないところがあるので、まあ、おそらくその IR 法案っていうのが、片付かないとなかなかスポーツベッティングの議論に行きにくいな、みたいなのっていうのは、政治的にはなんかあるんじゃないかな、というふうには思ってます。で、その中で、一個あるのが、その、うん、まあ、米国のカジノとかでも、いわゆるそのカジノでスポーツベッティングをする、まあ、場所とかもあったりしますんで、まあ、一個はその IR 法案の、なんでしょう、種目の中にルーレットとかって、まあ、一緒で、スポーツをそこに入れちゃうみたいなですね。うん。うん、まあ、こういうテクニックとかっていうのはあるのかもしれないですけど。うん、あ、今入ってないんですか、その IR 法案の中にスポーツは。はい、はい、あ、これはもう木村社長からのロビーが必要ですね。ちょっとそのこれ私だけでなんとかなるっていう話ではないので、そうですね、はい、今日皆さん、うん、スポーツベッティングの話を今日からしましょうみたいな感じで、はい、いろんな業者の参入とかっていうのがないとですね、これは、まあ、うん、私たちの会社だけが言ってても、どうもなるもんでもないと、いろんなところが、うん、声を上げていただけるといいなっていうふうに思ってます。そうですね。うん、なるほど。で、例えばですね、これがその、まあ、ニュースで出たように、その解禁されたとかとなると、その、まあ、海外のそのベッティングの企業も入ってこれる可能性もあるじゃないですか。どういうふうなレギュレーションがあるか、規制かわかんないですけど、そうなった場合に、そのミクシーとか、その日本企業がですね、そのプラットフォーマーとなるには、どういう戦略があるのかっていうのを、この、今質問が来たんですけど、どういったあれですかね、うん、そうですね、まあ、もういや、単純に本質的な話で言えば、サービスレベルで、勝っていかないといけないと思ってるんですね。まあ、その社会的な利益っていうのを追求を考えたときに、なんかその、なんでしょう、内資企業だから、優先的にどうのみたいなことっていうのは本質的ではないと思っていまして、はい。もうサービスレベルっていうのを磨きに磨いていくしかないかなというふうには、まあ本質的には思っています。で、まあ、ミクシーで言えばですね、これは実は、私たちの戦略上は、コミュニケーションを追求しているというところで、ソーシャルベッティングみたいなのっていうのを掲げてやってるんですね。つまり、一人でこう黙々と掛け事をするっていうんじゃなくて、うん、こうみんな、友達とみんなでこう、スポーツライブを見ながらワイワイと掛け事をするって、まあ、そういうそのプラットフォーム展開っていうのを、していくことで、他の、ベッティングオペレーターにこう差別化を図っていくと。
なんていうのはやっていきたい。なるほど、なるほど。米国で伸びている、まあ、例えばドラフトキングスとかファンデュエルとかっていうのも、やっぱり、一人でこう、ベンティングするようなサービスだったりするので、まあ、そこに関しては、うん、はい、差別化が作れるんじゃないかと。なるほど。そうですね。なんか日本的な感じがしていいですね。ソーシャルベッティング。なるほど。うん、で同じ方からですね、ちょっとまた違う質問ありましたけど、その先ほど木村社長が見せてくれたそのバリューチェーンがあるじゃないですか。はい。で、あの中で、どの部分の企業が儲けているのかという質問ですけど、さっきのちょっとバリューチェーンのとこ、もう一度、はい、お見せいただけますかね。あ、それですね。はい。はい、まあ、それで言うと、圧倒的に今、なんでしょう、恩恵を受けているのが、やっぱりこのスポーツリーグとかの方ですね。うんうん、はい。実はですね、ドラフトキングスとかって今上場して、時価総額ですね、2兆とか3兆とかある会社なんですけど、全然黒字化をしてないんです。売上よりマーケティング、費用の方が大きいぐらいな今状態で、すごいその先行投資をして、まず市場規模を大きくしようとしていったりするんで、しているので、うん、まあ、売上規模で言えば圧倒的にそのドラフトキングスのファンデュエルとかのベッティングオペレーターが大きいんですけど、儲けている、つまり利益を出しているかっていうと、まだ全然利益出てなかったり、するので、はい、単純に利益が出ているところっていうところで言うと、スポーツリーグとかって利益出てる。そんなふうに。なるほど、なるほど。じゃあそこら辺のキャッシュフローとか、ドラフトキングはオーナーであるとか、ベンチャーキャピタルであるとか、そこら辺が将来性を見込んで投資してくれてるってことですよね。はい、なるほどね。いや、面白いですね。ちょっといろいろどんどん質問が来てますね。ですね。そう。ああ。まあ、ちょっとこれ難しいかもしれないですけど、まあ、そのスポーツベッティングのために、スポーツ団体からデータを購入して、で、いろいろそれをプロセスして、販売している会社がいるだろうと。で、スポーツ団体のデータ販売による収入や、データ販売会社の収益のデータが分かれば教えてくださいって書いてますけど、こんなのはあるんですか？ああ、そうですね。今手元ですぐにパッと出ないんですけど、はい。はい、そういうのも、米国で、こういうデータ販売してる会社が実はありまして、スポーツベッティング。うん、はい、そういうところを調べると、割とつまびらかに、調べられるかなと思います。うんうんうん、データプロバイダーとか、その辺の売上がどうのみたいなのが、はい、どのぐらいあるかっていうのはちょっとあれですけど。はい。まあ、先ほどから話出てるね、ダゾーンなんかも、ここにパフォームでありますけど、まあ、もともとデータプロバイダーみたいなも長いことやっていて、だから、そういった会社が結構ね、アメリカとかヨーロッパにはありますよね。うん。日本にはないですよね、こういうのは。もちろん、まあ、日本市場が、はい。極めて規制されていた市場だからでしょうけど。はい、そうですね。なんでしょう、普通のそのスポーツニュースとかスタッツとかっていうのを、うん、出してたりするんで、まあはい、データスタジアムさんとか、はい、一応そのデータを取り扱ってらっしゃる企業はあると思うんですけど、いわゆるこのスポーツベッティングのためのデータプロバイダーっていう感じというのはないんじゃないかなと。なるほど、なるほど。で、あと、まあ、僕も聞きたかったし、あと他の人も質問されてますけど、そのじゃあこのベッティングの規制が、ね、解禁されたとして、どういうスポーツタイプのスポーツがこうメリットを被りますかね。その野球とかサッカーのメジャーだけなのか、まあ、いわゆるちょっとマイナーって言ったらおかしいけど、他のマイナースポーツなのか、
じゃあもしくは先ほど木村社長おっしゃったその学生スポーツなのかとかね、はい、そこら辺はどう思われますかね。そうですね、正直言って、その海外を見渡したときに、売上規模で見るとやっぱり人気スポーツ順になっているっていうのは言えると思うんですね。でそうすると日本だとやっぱり野球、サッカー、バスケみたいな、まあ、そんな順番で、うん、売上規模っていうのは大きくなっていくんだろうなと。あとはまあ日本の場合その民間でやるのか公営としてやるのかですけど、まあ、公営としてやった場合に、まあ、きちんとそのメジャースポーツ以外のところへの分配金みたいなのっていうのをスポーツ業界全体でこうそこから捻出していくみたいな、なんかそのスポーツ振興のためにちゃんと分配していくみたいな考え方っていうのができると、まあ、さっき言ったその、じゃあスポーツチームとか団体とかに対して7000億とかってなった場合に、まあいろんなところが潤っていくっていうのはまああるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。でこの前に多分論点となるのがおそらくそのじゃあ例えば、まあ、野球とかサッカーみたいなメジャーなとこからまず始めたとして、じゃあそれを、そのスポーツだけの恩恵を被る、ね、お金になるのか、もしくはそのじゃあ他のスポーツ全体にもなんかその分配還元が行き渡るようにする、多分そのモデルによって違うと思うんですけど、はい、ここら辺アメリカとかは どうなんですか。これはやっぱりスポーツごとなんですか。これはそうですね、まあ、スポンサードの、モデルっていうのが、まあ、米国だと、うん、主なので、まあ、正直言って、はいはい、人気、競技ほど収益を上げてるっていう、うん、モデルになってるんです。なるほど、なるほど。うん、で、まあ、先ほどその学生スポーツの例もね、出していただきましたけど、どうですかね、日本も学生スポーツで実は非常に世界では稀なあれで、まあ、アメリカとか日本とか何国各国か特殊なとこしか盛り上がらないんですけど、日本もすごいじゃないですか、その甲子園であるとか、高校サッカーであるとか、そこら辺はどう思われますかね、日本において。どうでしょうね。僕はちょっと想像がしがたいなっていうのは。まあ、ベッティングどころかみたいな、その他の商業化のところをまず、なんか解禁していかないと、なんていうか、難しいですよね。まあ、だから最初のとこではないってことですよね。まずはプロでメジャーなところの規制が外れて、それが、まあ、認知されていけばもっと広く裾野が広がるかもしれない、そういうことですね。そうですね、なるほど、なるほど。ちょっとなんかどんどん質問が来ちゃったんでピッとしますかね、はい、なんか木村社長が面白いと思う質問ありますかね、これ。これなんかどうですか、その、まあ、日本市場の調査、において、なんかいい事例、挑戦したいこととか、しようと思っていることなどありますでしょうかと。クラブ主導、外部主導問わず、これ、ミキシーとしても面白いなみたいな、このスポーツベッティングにおいて。日本の市場調査したのに、経済の事例に挑戦したこと。そうですね。今私たちだと、まあ、いわゆるスポーツベッティングというよりも、公営競技のところっていうのはかなり力を入れていてですね。まあ、それこそ、この3カ年で、300億ぐらいとか投資を行ってきてるんですけど、まあ、M&A も含めて。うんうん、まあそんな中で、その、日本の公営競技のシステムっていうのを研究していくと、結構ですね、その、独自の、スポーツベッティングっていうのが日本初でできるんじゃないかな、みたいなふうに思っていまして、
日本の競馬とか競輪とかですね、まあ、非常にきちっきちっと運営されていて、JR の、時刻表かっていうぐらいですね、ものすごく、しっかりと管理されて、運営されてるんですよね。まあ、こんだけきちっと分単位で、レースをやって、それを、ちゃんとこう、なんでしょう。決済のシステムとかって回しながら、事故らずにやってるみたいなので、なかなかすごいなと思っていまして、はい。なんか、その日本初のモデルっていうの、そこに研究してることなんか面白いんじゃないかなって、ちょっと思ってますね。またそこら辺の日本的なオペレーションのね、素晴らしさと、あとね、AI 的な、まあ、DX 含めてかけると、非常に、ね、面白そうですね、今後。うん、なるほどね。あとなんか、モンストのとこの質問来てますね。はい。モンストの大会でってやつとかね、高額賞金って、はい。スポーツベッティングから法に触れない部分かもしれない。いや、あんまりそれは考えてないですかね。やっぱり、先ほども申し上げた通り、その競技の人気の規模と売上規模っていうのは比例するというところがありますので、きちんとメジャースポーツっていうのを解禁っていうのをしていくことが、まあ重要だと思ってますと。はい。やっぱり、なかなか日本の中で e スポーツっていうところが、まだ伸びきっていないというところで、まあ変数が結構複数になっていっちゃうと思うんですね。まず e スポーツを流行らせなきゃいけないと。うん、で、そこでまたベッティングっていうのも、まあ、法改正が必要なんで、そこの法改正もしなきゃ。で、そこからスポーツにっていうふうに展開ってなると、結構な、ちょっと遠回りになっちゃうかなっていうところは、ありますかね。はい。なるほど、なるほど。そうしたらあれですね。あ、これも面白いな。まあ、じゃあこのスポーツベッティング解禁されたとして、まあ新たな、職業や産業も生まれたと聞きましたと。はい。で、まあ木村社長が思う新たな産業というか職業みたいのが生まれそうみたいのはありますかと。はい。あると思ってます。まさしくですね、予想紙みたいな、ところっていうのは、あり得ると思っていまして、まあ私たち、ティップスターっていう、スマートフォンの、アプリを提供してるんですけど、これは競輪とかオートレースの、予想を公開して、まあそこに乗っかって、ベッティングをしてもらうっていう、乗っかりベッティングっていうのをですね、提供してるんですが、これが今プラットフォーム化していてですね、予想手は自分のその、予想を公開します。で、その公開した予想に、いろんな人たちが乗っかってくれる。で、乗っかってくれた上で、その予想が当たると、その乗っかってくれた人たちの掛け金の一部が、収入として入ってくるっていう。まあ、そういうモデルっていうのをすでに公営競技の中では始めてますので、はい。今までそのスポーツ解説とかスポーツで何この選手がどう活躍するのかみたいな風に、うん、やっていた方っていうのが、まあ、その予想を公開していくことでですね、はい。そういうその、なんでしょう、まあ、Airbnb とかですね、Uber とかじゃないんですけど、そのプラットフォームを使って、自分たちの予想を売っていくっていう、まあ、そういうモデルっていうのは今後なんかできてきそうだなって思います。なるほど、なるほど、なるほど。確かに、競馬とかいますもんね、はい。そういう人たち。なるほど、なるほど。はい、で、今まではその予想士もいたんですけど、プロの予想士なので、競馬新聞とか。はいはいはい、まあ、競輪の新聞とかっていうところで、収益を一部のそのプロの方が得ていたんですが、これいわゆる一般の、民間のっていうのはですね、一般の人たちが、ね、予想を簡単にインターネット上で売れるようになっていくっていう。なんかそんな産業っていうのはできそうな気がしますね。
なるほど。まあ、そういう意味ではこの質問もあるんですけど、そのオフラインで今その、まあ、競輪とかにベットしている層と、その今例があったティップスター、ミクシーのアプリでやってるような層っていうのは違うんですかね、その客層が。あ、そうですね、だいぶ違うと思ってます。で、特にその競輪なんていうのは大きく違っていまして、まず競輪が実際にその競輪場でかけている、デモグラを見ていくとですね、まず男女比でいうと 95% が男性で、60歳以上、平均年齢で60歳以上って、つまり、あ、すみません、ここに60歳以上の方いたらあれなんですが、いわゆるおじいちゃんが遊ぶ遊びっていうふうになってるんですが、はい、例えばティップスターの場合はですね、男女比でいうと、まあ、女性が 35% いて、平均年齢で30代っていう、若い人たちが使っているようになっているっていうのは大きく違うなと思います。なるほど、なるほど。そうすると、なんかまあ、多分ね、野球とかじゃあ、サッカーとか解禁されたら、じゃその既存のその公営の競輪とかそこら辺が食われてしまうんじゃないかみたいな意見も当然あると思うんですけど、はい、じゃそこら辺は客層が違うんで、そういったことは起こんない感じですかね。それで言うと、全く起こらないかというと、少しはカニバリゼーションが、うん、起こるというふうに思っていまして、ただ英国の状況を見ていくと、二大人気競技がサッカーと競馬なんですよね。うん、で、ここはもう本当にずっと人気を住み分けていたりするんで、うん、そのレース系競技と、球技ですね。うん、というところは、ファン層っていうのは結構住み分けているっていうのは、まあ、日本でも、起こっていくんじゃないかなっていうのはありますけどね。はい。なるほど、なるほど。あ、もうあれですね。すいません。ちょっといろいろ質問が面白いんで聞いちゃってましたけど、多分、これで、あと多分10分ぐらいでもう質問が終わっちゃうと思うんで、質問ある方はどんどん、どしどししてください。じゃあ他に面白いやつどれですかね。ああ。まあ先ほど言ったやつですかね。これは海外ベッティングと日本発で言うと、まあちゃんとサービスをしっかりしてれば別に外資云々は関係ないってやつですね。はい。と思いますけどね。外資と組んでもいいんじゃないかなみたいな。まあそうですよね。合弁もあるでしょうし。うん、結構うち Google さんとか仲いいんで、いろんな技術会社と一緒にやってたりするんで。別に仲良くやればいいかな。そういう意味ではそこら辺のネット企業は入ってこないですね。あ、そうですね。そうなんですよ。Google さんとかって、そもそも創業者がギャンブルとかがお嫌いだったりとかっていうのがあるみたいですね。はい。アップルさんとかは結構、ちょっと、その辺は、はい。まあ、取り扱わないと。なるほど、なるほど。まあ、ネットとのそのね、親和性からいくと、あそこら辺のガファムあたりがどっかが入ってきてもおかしくはないですけど、なんか、今のとこはないですよね。そうですね。なかなか。なるほど。じゃあ、ですね、パパッと取っていくとですね、アフリエイト、広告業者がいると。このちょっとよくわかんないですけど、ベッティング事業者の先にはアフィリエイトの広告事業者がいると思いますと。はい。で、民間の業者が事業を始めたら、これらの業者はどうなりますかと。どういう質問だろう。ベッティング事業者の先に。
民間の業者で事業を始めた。ちょっと分かりにくいですかね。あ、じゃあ、はい、もうちょっと違うのいきましょう。もういっぱい来ちゃうかもしれない。あ、このちょっと助成金のとこで、まあ、分かれない範囲で、まあ、日本の場合は、協定でその日本財団を使ってさまざまな事業に助成金を支払って社会問題解決貢献していると。はい。アメリカとかヨーロッパのスポーツベッティングにおいてどんな形で助成金が社会課題解決に使われているんでしょうかと。すみません、私はヨーロッパよくわからないんですけど、これはなんかアメリカでこういった事例とかあったりしますかね。そうですね、助成金みたいなところで、ちょっと、まあ、さっき、その税収が3州で、まあ、200億ぐらいとかっていうのを申し上げましたけど、それも、使途がどういうふうになっているのかっていうところまで、ちょっと、調べきれてないっていうのが、すみません。私も調べておきたいなと思います。いえいえ、はい、あれですね、思いました。まあ、私は完全素人ですけど、このね、トピックに関して、木村社長の場合はもう論文も書いてるし、日本で第一人者の一人ですけど、やっぱりとっても新しい分野じゃないですか。だから多分、はい、スポーツビジネスみたいに来たい人にとって非常にいい分野かもしれないですね。はい、今来ればこうパイオニアになれる、まあ、分野でありますよね、ある意味。はい、ですね。はい。あ、どうぞどうぞ。で、日本の場合はですね、おそらくその、スポーツ振興の財源以外の大義名分が必要になると思っていて、まあ、これは、まあ、揺るがないんだろうなと思うのが、福祉ですね。福祉財源にしていくと。これは なんでかというと、超高齢化社会になっていく我が国、日本の中で、やっぱり財源問題として一番解決されていないっていうのは福祉だと思っていまして、うんうん、やれ消費税がどうのみたいなとかですね、まあ、いつも揉めるやつだと思うんですけど、うん、やっぱり福祉財源にこれを使っていくみたいなのは一個、そうですね、まあ、さっき の米国の助成金とかの話から発展してですね、まあ、日本の場合っていうのは福祉財源にしていくっていうのが求められるのかなと、うんうん、なるほどなるほど。だからそのにに、スポーツへの還元だけではなくてその福祉ってことですね。はい、うんうん、ですね。なるほどね、うん、そういったことも踏まえて社長、ズバリいつぐらいに解禁になりそうですかね、感じとしては。このいやー、これはなんかさまざまな僕は考え方があると思ってるんです。はいはいはい。うーん、なんか日経とかファイナンシャルタイムズではその2024年に早ければ解禁かみたいにありましたけど。そうですね、まあ、安定政権に今なるのかならないのかみたいなところで言うと、なかなかちょっと難しい回答が難しいなと思ってるんですけど、まあ、そういうのに結構左右されるところがあると思って、うん、どうでしょうね、なるほど、5年10年コースとかそんな感じかもしれないですね。うん、いや、かなりの長期的な視野からやらないといけないってことですよね。そう思いますね。はい。うん、なるほど、なるほど。まあ、まあ、あと、先ほどの話もありましたけど、例えば競馬とか競輪とかの、まあ、年齢高めの男性みたいなイメージありますけど、まあ、やはりね、このダイバーシティの時代ですから、若い人とか女性もね、やってもらう必要があるじゃないですか。そうじゃないと、ちょっと社会的にも受け入れられないだろうし。まあ、海外などで、そういう、なんだろう、若い人とか女性にうまく普及してるみたいな、そんなのはありますかね。例えばアメリカのさっきの例とかで言うと。そうですね。基本的に若い人っていうのは、海外では
当然楽しまれてるっていうのはあると思いますね。オンラインベッティングっていうのの成長っていうのを、まあ、見てもらえれば分かる通り、やっぱり若い人っていうのが消費を牽引してるっていうところはあると思います。でも女性、ただまあ女性がどうなのかっていうところで言うと、結構、男社会っていう、男社会というか男性がやっぱり楽しんでいるっていうところはあると思いますね。ベッティングに関して。あともう時間がないんで、木村社長、なんか木村社長が面白いという質問があれば、そうですね、ぜひそれを1、2個。まあ、ゆうきさんのベッティングサービス展開するにあたり、注目する、活用するテクノロジーはどんなものかみたいなことで言うと、これは私はまあ AI っていうところが結構重要だというふうに思っていまして、はい。スポーツベッティングと、ライブベッティングって、その動画を見ながらベッティングするっていうのは欠かせないと思っていまして、その動画編集って、今まで人力でやっていたのっていうのもかなりコストがかかるんですね。で、まあそこっていうのも全部 AI で自動編集とかっていうのをしていけるようになると、かなりの多くのスポーツっていうのを、こう、ライブを見ながら、こう、かけることができる。まあいうようなことができたりとか、あるいは、金融工学的なところが結構ありまして、オッズメイキングのところとかだと。そういったところだと、やっぱり AI によって、まあ、このオペレーター側が、こう、赤字を、になりすぎないみたいな。うん。まあ、その保険というかセーフティーネット的なところでも、AI っていうのは欠かせなくなってくる。うん、なのはあると思いますね。はい。うん、なんか大谷翔平があんなに化けると思ってなかったみたいなので、ベッティングオペレーターが、こう、オッズメイクで失敗して、かなり赤字になってるみたいな話もちょっとニュースで見ました。なるほど。なるほど。じゃあもうあと1分ぐらいなんで、最後、社長なんか、そうですね。はい。なんか、いや、本当にこんなに質問が来て、すごく嬉しいなと思ってまして、ぜひ、みんなで、この日本の、国の財源確保のために、まあ、スポーツベッティングって、まあ、いろいろめんどくさいところあると思いますけど、これから、語っていけたらいいなと思っております。そうですね。拙い話で、恐縮です。いえいえいえ、なんか質問の最後のところにも書いてるんですけど、そのネバダ州の カジノ税収が、ね、住民税の軽減とか高齢者の負担軽減に回してるって書いてるんですけど、あとシニア住宅への補助とか、今後だから、まあ、先ほど最初に挙げた少子高齢化とか地方財政も厳しいじゃないですか、日本はもう間違いなく、はい、でここら辺にうまく回るようなスキームができると、本当に日本社もうスポーツは当然ですけど、日本社会にもね、はい、役に立ってくれるんで、うまくこれ本当にね、まあ、社長言ったように5年10年かかるのかもしれないですけど、絶対実現できるといいですよね。うん、そうですね。あとですね、まあ、高齢者に向けた施策になってる方が票が集まりやすいっていうですね。政治家がやりやすくなるっていうのもあるんで。なるほど、なるほど。なるほどね。はい。じゃあ、まあ、社長、今日はですね、お忙しいところ、本当に、貴重なですね、知見を皆さんにですね、シェアしていただいて、ありがとうございました。本当に、まあ、日本でも本当に新しい分野なんで、本当にこれからだと思うんで、また今後とも一緒にぜひ、学ばさせていただければと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。